皆さんこんにちは、モカニャンです。今回は編集の方で久々に、ドラクエビルダーズ2やっていきたいと思います。ちょっとね、前回からちょっと時間が経ってしまったんですけど、確かね、あそこの壊れた壁を修理してで終わったと思うんですよ。で、新しいクエストが出てるので、そのクエストをちょっと進めていきたいと思います。この人だね。モカさん、魔物もひとまず追い払いました。いよいよパーティーを開く時ですね。皆さん、今か今かと楽しみにしています。さあ、パーティーを開く準備はいいですか？お、いいよ。わかりました。パーティーはあなたへのお礼でもあります。存分に楽しんでくださいね。ペロもこの日のために新しい衣装まで作って、髪まで染めて、やる気満々のようですよ。さあ、モカさん、思う存分パーティーを楽しんでください。主役はあなたとペロですよ。あれか、やっとペロちゃんのハッスルダンスが見れるのかぽいね。あそこにいるのペロでしょ。ペロー、ペロー。さあ、ハッスルダンスの時間だぞ。そういうハッスルダンスなんだね。ゴルドも密かにいるし。見てる。可愛いね、バニーちゃんね。うん、みんな盛り上がってるね。で、多分話しかければいいのかな。ゴルドン。なんかすっごいキラキラ出たけど。モカ、見ろ見ろ、ペロの踊りすごくいい。素敵すぎて俺壊れそう。いや、壊れちゃまずいよ。ペロの体黄金じゃないけど、すごくすごく輝いて見える。俺なんかよりずっとずっと。ペロ、やっぱり俺のお嫁さんにする。他の誰にも渡したくない。モカ、いろいろ片付いたら俺たちの結婚式場をビルドしてくれ。話が早くないか。ペロは了承してないと思うんだけど。ちょ、待て待て。いやいや、モカさん、こんなにも賑わう街を見られるなんて、なんとも嬉しい限りです。ゴールドラッシュが戻るのはまだ少し先になりそうですが、その日も近いと私は信じています。島の人たちは長いこと教団の教えを信じてきました。心のどこかではわずかに疑問も感じながら、しかし再び物を作る幸せをビルダーのあなたに教わりました。改めてお礼を言いますよ、モカさん。ありがとう。ただいくら大恩人であるあなたでも、うちの娘はあげられません。え？ペロを口説き落として、あなたの空っぽ島に連れて行こうなんて絶対しないでくださいね。フラグ、それフラグか。連れてっていいっていうフラグか。ペロ、俺との約束を守ってちゃんと踊ってくれるなんて、ペロはやっぱり天使だな。うんうん。よっしゃ、ムカ、パーティーの盛り上がりも最高潮だ。みんなでステージに乱入しようぜ。どうだよ、ムカ、パーティーのクライマックスに臨む準備はいいか。ちょっと待って、ちょっと待って、うちもちょっと着替えようか。ちょっと待ってね。うちもあるんだよ、確か。あたたたたたた、これ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 、装備どうよどうよ。うさ耳、うさ耳ってあったっけ。どうだったかな。うちの部屋にあれはないわ。待てよ。頭、あ、ない、あ、ないわ。な、うさ耳ない。マジか。うさ耳欲しかったな、うちも。ちょ、オンバー、そのうさ耳ちょうだいや。じゃ、しょうがない、乱入するか。乱入しようぜ。はい。うわ、そんじゃ俺とマシモでステージに飛び込んでくるぜ。モカ、シド、お前らも恥ずかしがらずに来いよな。おお、乱入したるぞ。
うち、指導がこっそりいるけど。うちの入るとこなくないか？おっと？何こいつ？許さない。怖っ！美しき光輝くもの。美しく光り輝くもの、皆に好かれ愛されるもの、皆の心を奪い惑わすもの。私許さない、絶対許さない。これボスか最後の。うわ、なんだ今の声は。あ、やばい、壊される。やめてー、ペロー。なんだって。これでもうみんな惑わされない、これでみんな争わない。ペロー、ペロが必死に。まさかさっきのが総督のメドーサボールってやつか。だがあいつは地下にいてめったに出てこないんじゃなかったのかよ。お前らそんなことよりペロが。ああ、ペロちゃんがこうなったの俺のせい、ペロー。人々は一晩中手を尽くしたが、ペロの石化を解くことはできなかった。鉱山街の復活とペロのダンスにやる気をみなぎらせていた荒くれたちは全てのやる気を失った。ゴルドンは悔しさに顔を歪めながらも、その目はどこか決意に満ちていた。そして夜が明けた。いやー、ペロちゃん石になるのはなんか聞いたことあるけど、聞いたことっつうかなんかチラッと見たことはあるけども、まさか。いや、浮いてますよ。浮かせておくのはさすがにちょっとあれじゃないか。せめてちょっとさ、はい、ちょっとここに置いといてあげよう。あー、ペロちゃんが石になってもうたわ。これ最終決戦近いんじゃない多分。俺ずっと考えてたペロのことを必ず助ける、メドーサボール必ず倒す。メドーサボール倒して俺本当の力取り戻せばペロの石化も直せるはずだ。だがメドーサボールは地下にこもってめったに出てこないんだろう。どうやって倒すんだ。それにみんなすっかりやる気をなくしてやがる。全く頼りない奴らだぜ。いやー、指導が頼りがいがありすぎてさ、まるであの時のような。鉱石が石になってみんなやる気をなくして、島には活気がなくなったんです。モカ、お前ビルダー、俺や荒くれに力与えてメドーサボールおびき出すものを作れないか。おびき出すもの。メドーサボールは光り物を狙って壊しに来るのよね。ピッカピカの建物を作っておびき出したらどう。ピッカピカの建物ならメドーサボールも黙っちゃいられない。きっとまた石にしに来るわ。ほう、メドーサボールをおびき出すために金ピカのバーを作るだと。金ピカのバー、何よそれ、素敵じゃない。それならメドーサボールもおびき出せそう。いい考えだとは思うけど、新しいバーを作るなんて言っても場所が足りないんじゃないかしら。お、なんだ指導。いや、頼りがいありすぎだろう指導、かっこいいぞ。なんだよ指導、おいらたちはもうダメだぞ。俺たちであそこをぶっ壊すんだ。そうすればモカがきっと何か作る。任せとけ。おお、ごめん、なんか階段作っちゃってるけど。あんな場所か。そうだ、悪くない場所だろ。けどよ、いいから立てよ。荒くれの伊勢はどこ行った。俺たちは町を代表する荒くれなんだろ。かっこいい指導が、かっこいい。分かった指導、誰やろうペロを助けるためだ。やってやろうぜ。ははは、そう来なくちゃな。さあ、俺についてこい。かっこいいな、指導。あ、ごめん、うちの階段。ちょっと、そこも壊しといて。どうしよう、残ってたら。あ、よかった、ちゃんと壊してくれた。ははは、お前たち、悪くない壊しっぷりだったぞ。これで物を作る新しい場所ができたな。さあ、向か、あとはお前待ちだぜ。この場所に町の連中に力を与えてメドーサボールをおびき出すものを作るんだ。
任しとけい。どんなん作んの？金ピカってことはさ、めっちゃ金使うんじゃない？でっか。うわ、広っ。マジでこんな、うひえー。記念が365個とか、マジかよ。うえー。なんでバカ高い設計図だ。これがお前さんの言う金ピカのバーってやつなのか。いいじゃない、金ピカのバーなら光り物を狙うメドーサボールをきっとおびき出せるわ。だが荒くれどもはこれでやる気を出すのか。あいつらがいくら頭の中まで筋肉でも。そこはね、ちょっと指導に叩き直してもらって。すげえ、なんだなんだなんだこれ。いやー、まさかこんなに広い範囲とはうちも思わなかったぞ。びっくりだよ。わしらでこんなでかいものを作るのか。これが作れればプロを助けられるのか。そうか、あれだね、モンゾーラの時みたいにみんなで作ってくれるやつでしょ、きっと。材料を集めておけば。それならまあまあ大丈夫か。もしそれが本当なら私たちもやるわ。いいわね、あんたたち。これを機に私たちもハーゴン教団なんか抜けちゃいましょう。ペロちゃんのためにみんなと酒場を作るのよ。誰が喋ったん？え、ま、ん？誰が喋ったん？まったくこいつらは本当に単純な奴らだぜ。脳みそ筋肉伊達じゃない。これで最後の目標決まったぞ。まあ脳筋はね、わかるよ。うちも脳筋だし。さあこれか。酒場あればみんなやる気出る。メドーサボールおびき出せる。それに何よりプロの席が解ける。頼むもか、金ピカの酒場早く完成させてくれ。それはそうと、メドーサボールはどうしてゴルドンに見向きもせずペロを一心にしたんだ。そんなの決まってるわ。島で最も美しく光り輝いていたのがペロちゃんだったからよ。メドーサボールはかつてこの島の鉱石を一心にして希望を奪った。その時俺たちは全てを諦めてハーゴン教団の信者になったんだ。それが今度はペロさんだったというわけですね。けど今度はそうはいかないぞ。みんなでペロを必ず助けるぞ。昔から、そして今もこれからもずっとずっと、あの子は私にとっての光です。ああ、お願いします。マカさん、シドさん、皆さん、どうかあの子を助けてください。みんなで絶対ペロ助ける。みんなで金ピカの酒場作るぞ。任せた。材料は何とかしよう。ってことで、なんて？よしもか、早速ゴルドン酒場作りに取り掛かるとしよう。それにしてもこの設計図、なんだか中途半端な感じがしますね。モンゾーラと同じやり方だな。設計図を3つに分けて作ろうってわけだ。察しがいいな、シド。さすがだな。さすが相棒。おー、なるほどな。そんじゃあまずはこの1つ目の設計図から組み上げていこう。建築は俺たちも手伝う。だがみんな建築には慣れてない。作り始めの部分はお前さんに任せるぜ。お前が最初の部分を作ってる間に、オイラたち素材をたっぷり用意してくるぞ。仕方ねえ。誰であろう、ペラのためだ。地下行動恐怖症の俺も行くぜ。さあ、素材は準備してくれるっつってたね。それじゃあお前さんは作り始めの部分を組み上げてくれ。最初の素材は自分で用意してほしい。設計図をよく見て、金レンガの壁を50個正しい場所に置いてくれ。それじゃあもか、いいところまで行ったら声をかける。設計図の土台の部分から組み上げてくれ。どういう設計図なんこれ。まず金レンガ、そうだね、50個、結構複雑だね。50個か、全然足んないと思うんだよな。よいしょ。金鉱石はね、いっぱいあるんだよ。あるんだけど、50個まず置かないといけないから。どこに、どうなってんのこれ。どこら辺がいいかな。できればちょっと分かりやすいところを置きたいもんね。
裏は階段でしょ。50個ぐらいならちょっとここら辺でいっか。何これ。ああうちの階段がまだ残っておる。あ邪魔くさい。よいしょ。まずここら辺だよね多分ね。でそうさねー、ここら辺も金で大丈夫なはずだから、まあ50個ぐらいだからパパパッと置けばすぐ50個になるでしょう。よいしょ。多分ここら辺も金のはず。 OK。 ずいぶん組み上げが進んだな。あとは俺たちだけでもなんとかなりそうだ。うおー、もかー。なんだなんだ、近いんだけど。ゴルドン酒場の素材集めてきたぜ。ん？何？このアングルは何？あ、ごめん。そこ壊しちゃった。あとはありったけの金を取ってきたぜ。俺もだー。わしはそれらの金を加工して大量の金レンガの壁にしたぞ。壁材の準備はバッチリだ。私は飾りを作れる飾りを作れる飾り作ったぞ。絨毯にカーテン、そして金のかがり火もある。肉料理プレートに常夏ドリンクも用意したわ。ペロちゃんが戻った時にお腹を空かせてたらかわいそうだもの。おめえは俺たちのライバルだ。一人だけ格好つけさせはしねえぜ。さあこいつを受け取ってくれ。ごめん、足場作ってあげる。そこちょっと待って。よいしょ。足場作っとくよ。まさかこんなところに置かれると思わんかったからな。よいしょ。はい、これで届くんじゃない。すっげえいっぱい入ってる。これ全部使うの？大変そう。まあ作るのはみんなだからね、頑張って作ってくれるとは思うけど。よいしょ。さてと、よしもか、土台ができて素材も集まった。これでゴルドン酒場を作る準備は完了だ。土台ができればあとは俺たちで何とかなる。設計図の組み上げは任せときな。任した。モカ、おめえはペロを取り合う俺たちのライバルだけど、愛するペロを救うにはお前の力が必要だぞ。ペロのことをよろしく頼むぞ。あと何すんの。あれだけモカに対抗心を燃やしてやがったのに全く妙な奴らだぜ。それにあれだけ怖がってた地下行動に危険を冒してまで行くなんてな。こいつら一体どうして。それが人というやつだよシド。どうした、シド、モカ、何か気がかりでもあったか。ないならみんなで気合を入れるぞ。ペロのためにこいつを完成させるんだ。えいえい、おー、頑張って。うちはもうあと何すればいいの。あとの設計図の組み上げはビルダーである俺たちにもできそうだ。お前さんには俺たちが建築を進めている間お前さんだけができることをやってほしいが。そうだな、例えば設計図を完成させるために必要な特別な素材はないのか。特別な素材？ああ、設計図の仕上げに置くブロックライトを赤く染めたいか。それなら地上の砂漠にあるオアシスで取れる赤の染料ってやつが使えるかもな。まあ、取ってきてるはずなんだよね。オアシスは町の南西にある岩山から風のマントで飛んでいけばすぐに行ける。岩山には櫓を使って登るといいぜ。確かね、いろいろ素材持ってきてるはずなんだよね。取ってきたはずなんだよ。地図を見てオアシスに行ってくれ。そこで赤の染料を10個手に入れるんだ。
オアシスは確か偉そうなスライムが縄張りにしていたはずだ。くれぐれも用心して行ってくるんだぞ。え、まだ足りない？うち取ってきたような気がするんだけど、気のせいかな。あ、ないわ。しょうがない、行くか。よいしょ。矢倉を使って、それか。ほい、さあ行くよ。指導、待ってよ。オアシス、あ、飛べるじゃん。と猫、これか。よいしょ。え、なにこれ。あ、ここで、ここから取れと。10個ほどっつってたね。よいしょ。これ取ってけばよかったな、前に来た時。よいしょ。よいしょ。これぶっ壊しちゃダメかな。多分まとめて壊した方が早いんじゃない。ドーン。よいしょ、よいしょ。ちょっと水場だからね、モーションが遅いんだけど。よいしょ。ちょっと多めに持って帰りたいな。よいしょ、よいしょ。こんだけあれば足りるでしょう。よいしょ、よいしょ。なんかある？あ、なんかいる。よいしょ、よいしょ。なんだあれ、なんかいる。ちょっと倒しに行ってみよう。ドラゴン？あ、待てよ。ご飯を食べて、おい。ちょ、待てよ。あぶない、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 ぶない。ちょっと指導頑張って、指導頑張って。いい。よいしょ。あれ、当たんない。あ、やばい。うわ、危ない。これいけんじゃない？大丈夫っしょ、多分。おお、何それ、何それ。よいしょ。怖い怖い怖い。あ、でもいけるいける、大丈夫大丈夫。危ない。あ、当たんの。ちょ、マジか。回転切りっすか。あ、いって。とりあえず回復してひえ。うわ、危なかった。いけるいける、もうちょいもうちょい。必殺いけー。ドーン。いいねー、指導。なんだこれ、新たなレシピ。ドラゴンキラー。へえー、新しいの思いついた。よし、じゃあ帰ろ。さあ行きましょうか。いや、よかった。探索で導きの玉解放しておいて。さあ、占領取ってきたけど。ちょ、カルロどこ？カルロどこ？報告したいんだけど、カルロがいない。あ、いた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 。いた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 。オッケー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 。オウムか、赤の染料を手に入れてきたんだな。これで設計図が仕上げられるわけだ。染料を使えば特定のものをこの鉱石の色に染められるはずだぞ。ただブロックライト赤を置いてもらうのは設計図が完成した後の仕上げとしてだ。仕上げはお前さんにお願いするが、設計図の組み上げは俺たちに任せて完成を待っててくれよな。そうそう、ライトの染色には特別な道具が必要になるはずだが、お前さん何か思いつかないか。ほー、なんかあんの？染めるのに。ピコーンって。おー、染色釜。
ほう、これを使うのか。なるほどね。オッケー。じゃあこれを染色釜を作って、これだな。オッケー。これ大きさどれぐらい？あ、よかった、ちょうど入るじゃん。で、ブロックライト？ブロックライトを赤くするとかなんとかって言ってたもんね。まあ、ちょっと後ででいいや。待ってよ。で、仕上げはって言ってたから、おー、出来上がってきてる！すごいすごいすごい。頑張れー。みんな頑張れー。さあ、設計図第一段階が終わったので、次のクエスト行きましょうかね。どうだ、見てくれまか。ゴルドン酒場の一つ目の設計図が組み上がったぞ。あとは赤の染料で染めたブロックライト赤を置けば次の設計図に進めそうだな。まずは金のインゴットとガラスを素材にブロックライトを作る。でもってそのライトを染色釜と赤の染料を使って赤く染めるんだ。ここまでの酒場を見るに、ブロックライト赤は8個いるんだろう。早速作って目印の場所に置いてくれ。ブロックライトを作って8個、ブロック、あ、こっちか。ブロックライト8個を作って、でそっから染料で、どうやって使ったらいいのこれ。あ、ガラスも染められるのか。へえ。これか。これを赤に8個。オッケー。ほー。あ、テーブルも赤くできるんだ。木の柵も。あ、いいね。ちょっと染められるのはちょっと嬉しいね。バニースーツも染められるの？マジか。ほー。ほー。まあ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 、とりあえず。これを、目印の場所。ここと、ここと、で、これと、よいしょ、ここでしょ？で、ここと、ここと、よいしょ。んで、OK。で、次の段階に行けるかな？これで。どんな形になるんだろうね。でかしたぞ、モカ。赤いライト置いてくれたんだな。これで一つ目の設計図は仕上がったぞ。これだけ金ピカの酒場ならきっとメドーサボールもおびき出せる。やつを倒せばペロも救えるはずだぜ。そうそう、お前さん染色釜を作ったんだったな。そいつがあればライトだけじゃなく特定の建材を好きな色に染められる。ビルダーにとって最高のもんだろう。全部を染められるわけじゃないが、いろんなもので試してみるといいぜ。いいね。ちょっといろいろ染めたりし、まぶしい、明るい、ろいろ染めたりとかしたいね。ちょっと明るさ、ちょっと明るくしすぎてるからね、光られるとだいぶまぶしいんだよな。一つ目の設計図が出来上がったな。さすがだぜ、もか。濁った。うちの名前が濁った。よし、この調子で酒場を完成させればメドーサボールをおびき寄せられる。あとはメドーサボールを倒せばペロを助けられるはずだな。モカ、頼む。二つ目の酒場の設計図、今すぐ書いてくれ。どんなんなるんだろうね。これできるのお前だけ、ペロを助けられるのお前だけ、どうか頼む。任しとけ。さあ、二段階目はどうなるのかね。
へへへへ。次。ほー。ああ、だいぶなんか建物っぽくなってるね。いいね。へえ、こうなるのか。二つ目のゴルドン酒場の設計図が描けたな。次はこいつを進めるぞ。おお、私の作ったガラス窓の使い道も考えてくれたのだな。金レンガの壁もさらに使うのか、用意しすぎたかと思っておったが、うまく使ってもらえるのは気持ちがいいぞ。ねえ、ところでモカちゃん、あなたはこの島に伝わる切ない恋の物語って聞いたことある？島に来た美しい髪の乙女が輝くような島の男に恋をした。でもやがて乙女は嫉妬に苦しめられ男を殺して地下深く戻っていった。それがメドーサボールかな。私これってメドーサボールとゴルドンちゃんのことじゃないかと思うのよね。それお前の言う通り、俺あいつに突然好きになられてずっと付きまとわれたそうか、それでゴルドンさんの宝物だった笛を取り上げて半分だけ神殿に祀っていたわけですね。メドーサボールもゴルドンちゃんという光に心奪われちゃったのね。それが今や憎しみに変わり、光り輝くものを石にするようになったと。人も魔物も恋路というのは複雑ですね。さあさあもか、今は恋路よりも建築だ。早速2つ目の設計図を組み立てていくとしよう。建築は引き続き俺たちに任せておけよな。さあ気を引き締めていくぞ。さあ次は何をしろと。設計図の組み上げは俺たちみんなで進めておく。今回もお前さんには、俺たちが建築を進めている間お前さんだけができることをやってほしいが、赤いライトの時のように何か必要なものがないのか。設計図が完成したら今度は青いブロックライト、青か。これはお前さんのこだわりってやつだな。やはりお前さんはビルダーの鏡だぜ。だがブロックライトを青く染めるには青の染料が必要になるな。お困りかしら。出たなオンバー。青の染料は坑道の地底湖を潜った先にあると思うわ。地下のことならおばさんに任せて。地底湖のあたりに潤い好きのホイミスライムがいたはずよ。もし会えたら話を聞いてみて。よし、そんじゃもか、坑道の上層にある地底湖に潜って青の染料を15個見つけてきてくれ。うん、ある場所は知ってんだよね。でちょっと持って帰っては来てるんだけど全然足りないから、これを取りに行かないといけないのか。んー、じゃあどうだったっけ、どこっつったっけ。ちょ待てよ。地上上層、ここか、ここだから、よいしょ、ここのね場所は知ってんだよ。うん、ここから飛び込めば。じゃあ人間さん、地下世界は快適に過ごせてますか？地下生活もいいですが、水中生活もなかなかいいもんですよ。何より潤いが違います。水の中には素敵なものもありますし、気が向いたら飛び込んでみてください。さあ恐れることなく思い切って。この先でしょ、知ってるよ。よいしょ、これ早く泳げないのかな。なんかクロールぐらいしてほしいよね。よいしょよいしょ。そう、ここにあるのはね知ってるんだよ。よいしょと。さあ取って帰るか。あとはもうないよね、見える範囲にはないし。オッケー、んよし帰ろう。これで青のブロックライトを作って、で、仕上げに置けばいいんだよね。よいしょ。何個必要なん
のかな。ちょっと必要な個数をまだ言われてないから、出来上がるまで待とうか。ちょ、ここ足場悪いね。足場作っとこう。アルロ待って。ちょっと待って。ちょ、待ってって。よいしょ。でかいさと思うか、青の染料が手に入ったんだな。その青の染料があれば、ゴルドン酒場の仕上げに必要なブロックライト青が作れそうだな。まずは2つ目の設計図が完成するのを待ってくれ。そうしたら青の染料の出番が来るぜ。OK。なので、とりあえず、設計図が出来上がるのを待たないといけないので、今回はとりあえずここら辺にしておきましょう。で、設計図が終わって、青のブロックライトを置けるようになったら、また続きの方をやっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。次の配信で、配信?次の、動画でお会いいたしましょう。バイニャーン。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画の説明欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、フォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイニャーン。